願いします。自己紹介、あ、そうですね、自己紹介してない、ゴミです。はい、石川隆一さんの。石川隆一です。はい、隆一さんの。で、最初に、まあ、僕と石川さんの出会いから、ちょっと、説明したいと思います。今回ここでやられる、写真展で、まあ、一番初めあったのは。初澤さんですね。初澤有さん。はい。でね、非常にここの厚川バルーンを紹介したのも初澤さん。いえ、は違いますね。それは初澤さんは厚川バルーンとはその時は多分つながってはいなかった。つながってたのかもしれないですけど、なんかどっちかっていうと、彼女の方かな。そうそう、大竹さんなんですよ。大竹さんが僕と厚子バルと僕と赤赤社をつなげてくれたっていうか、まあ赤赤社はまあそのそうですね、そうそう、大竹さんがつなげてくれましたね。14年だったっけ、3年だったっけ。そのつながりは13年、2013年で五味さんと僕が初めてお会いしたのもその時ですね。木村秀賞は15だっけ？15、そうだよね。なんかね、僕もなんかいろんな噂で異変症とかとってもそんなになんか続かないよみたいなこととかなんかたまに言われていやいや、だからね、そこがね、今日15年ですね、内川さんをね取材したかった理由っていうのは、まあ、そういうことがあって、うん、それとなんていうのかな、今撮ってる郁弥さんも、はい、僕も撮る方じゃない、はい、で撮る側から聞きたいことっていろいろあるんだよね。やっぱこうトークショーでこう評論家の人と一般の人が聞くのと、はい、僕なんかまあなんていうのかな、撮る側だから、例えばこうカメラにしても、はい、まあこういうカメラを使って撮ってるっていうことをね、はいはい、そうですよね。なんかいや僕もまあ僕もともとその学校とかそういう知識がなかったから自然にこういうふうに生きたんだけど、そうですよね、あまり利口なあれじゃないなんか流れではないなとでそこがね、まあ、ちょっと話を戻すと、木村兵将の前に初田さんとの紹介で一回会ってて、で初田さんっていうのは30年ぐらい前に初田さんが補正さんが主催するコルプスってワークショップに参加されてて、僕一回教えたことがあるんだよね。でそれ以上にね、もっと縁が深いのっていうのは、なんとね、僕はパリに77年から83年まで6年間いたんだけど、その時にね、初田さんのお父さんに非常にお世話になってるの。ああ、そうですか。いや、なんかそういう関係はなんかやっぱつながりあるんだろうなとは思う。それで今回その石川さんを3年前か4年前に紹介したのは初田さんですよ。それで一回会って、いや当時シンクって僕やってたけど、どっちかっていうとなんていうかな、コマーシャルっぽいところもあれで、結構僕も言っておいたけど、いやこっちの面はいいけどこっちのちょっとヘビだよねっていう感じで、でその後木村兵将を取られて、ああなるほどなって気になって、あやっぱ取るよねみたいな感じだったのね。でもっと興味深いのは、去年の4月5月にここで上田昌司の「あの時のホリゾント」っていう、僕はね、僕もここで誰に紹介されたかどうかしたけど、上田昌司展に来た時にいろいろ話してたかなんかで、去年の要するに。4月5月の上田昌司さんの写真、僕は手伝ってたのね、その時に、まあ、パリの方に行って、11月になんかここで個展をやるっていう話を聞いてたんですよね。で今サイトに出てる敦子さんの見ると、もう一回行っちゃった。その時のいきさつってどうなってるのかな。結局、僕ちょっとまた戻ってもいいですか。まず初田さんと会ったのが、その2013年に初田さんが沖縄で撮影して制作して、その時に、僕の恩師の湯崎哲司のところに初田さんが訪ねてきて、でそこで僕初田さんと出会ったんですよね。で初田さんが、にちょっとその僕の歩いてる道、沖縄の場所とかをちょっと案内したりして、それでたまに会って、初田さんとってもその時沖縄で精神的にやられてたっていうかかなり沖縄に食われる感じでもめっちゃもういろんな葛藤をしてて。沖縄の作品作るにあたって、でその中で僕が、たまに会ってなんかちょっと話したりとか、なんかそういうことをしてて、その流れで、僕の作品を、いろんな人になんか、紹介してくれるっていうかつなげてくれるっていうことで、それでいろんな人をなんか。僕が今までつながらなかった五味さんとかいろんな人に紹介してくれたっていうのが、僕が東京に五味さんとお会いしたきっかけだったんですよね。そうですね。それで展示の方はそれとまた別で、展示とか出版は同じ流れなんですけど、その東京に来てた時にその恩師の湯崎哲司に、もういろんな人を紹介してもらってて、で大竹明子さんで、大竹さんが、僕の写真だ、アツコバルーと赤赤社を紹介してくれたっていう感じで、その後に僕それで写真集を出版させてもらって、伊兵衛賞を取る、でそこからその、展示をここでした後に初田さんも、沖縄の写真集を、出版して、でそれで、敦子さんに、初田さんを紹介して、そうなんですよね。そういうなんかちょっとごちゃごちゃしてるんですけど、初田さんが初めに敦子さんと知ったのかなと思ったけど、そういうあれだったんです。なんか大きくていい環境だから、なんか初田さんもここでできたらっていうことで紹介してっていう感じでしたね。でそれでその時に僕がフランスに行ってたのかな、2015年、伊兵衛賞の発表がある、書いてありますね、なんかある時にある時に行ってたの。そうですね、そうだよね、暮れだもんね。それで翌年入って受賞式みたいな。でなんか受賞式ギリギリまで取ってたっていう。そうですね。で取ってて、そうですね、なんて言えばいいのかなっていう。だから僕が聞きたいのは、なんていうのかな、一回行ってで僕もすごいね、楽しみにしてたっていうのかな。結構やっぱり僕としてはこれと絶景のポリフォニーと、一番最初に見せてもらった写真から、結構やっぱりなんていうかな、沖縄カラーっていうのがどうしても見る目に入っちゃうじゃないですか。でその反面に結構なんていうのかな、この奥にある赤いバッグ持った女性とか街のスナップ写真って、特になんていうかな、 DM に使った写真って、どっちかってすごい軽いじゃない。だから敦子さんのこうでパリに仕掛けた時にどんな写真になるのかなって期待したの。でね、たまたまこれもまたこうなんか初沢さんとそのお父さんと僕と石川さんとのこう関係もそうだけど、先週の金曜日のオープニングの日に来たのは、ちょうどその時にね、あの写真集積の公開審査があって、それあのここはちょっとオフかもしれないけど、まあちょっと大期待外れというか、まあちょっと写真集積もちょっと無理が出てきたなっていうのがあったりして。でちょうどいいじゃないですか。大丈夫今平気ですよ。いやでそこをまずじゃあちょっと後でその辺りもちょっとあげたいんだけど、あの DM の写真からね、あれって思ったの。どっちかってなんか僕の好みに動いたのかなと思ってで来てみたらこれじゃない。だからなんかすごいなんていうの、気持ちよく裏切られたって感覚があるのよね。こうで木村平章を撮った作家の次の写真展ってやっぱりその前のを引きずるっていうか、石田さんは両方こうどっちかっていうとこうなんか広告っていうかファッション面の方と結構こうヘビーな写真っていうのをあるじゃない。で特に今回のプリントってすごいこういう表現どうかしないけど。まあ軽くしましたよね、僕は。ね、そのあたりのってどういうことなの？この写真集こう両方見ても結構こうやっぱ濃いですよね。そうですね。濃いって表現ちょっと分かるようにしてる。こう結構まあバッチリ撮ってるというか。でこのプリントにすると結構なんていうのかな、まあ湿度みたいな僕は結構そのをやっぱ持たせたくなるっていうその写真にっていうのはあります、そのじめっとしてなんか湿度っていうか生なんか。でも今回のプリントってあんまりそうですね、湿り気ないじゃん。そうなんですよ。そこなんですよね。なんかただ僕その一番初めにその発表した「沖縄ポートレート絶景のポリフォニー」っていうものからやっぱり冗長にっていうか自分の中でそのなんていうかな、そのまあ今の話の中で分かりやすく言えば湿度みたいなのっていうのは抜いてきてはいるんですよ。それはこの2作目でもそうで、やっぱその1作目よりもちょっと自然にっていうかそういう感じにはなってきてて、一つには、なんていうか自分の中でこうなんていうかな、湿り気のあるのを嫌ってる部分とかあるの、そういう反動みたいで、こうなんか除湿作業っていう言い方は変かもしれないけど湿り気を取るっていうか、こう結局なんていうのかな、僕は思うにはやっぱり木村平章って一般的な人の概念だと結構まあ報道的なレア的なもあるし、木村伊兵衛さんだからやっぱり写真のなんていうか真髄みたいなところあるわけで、どっちかでこういう言い方はあんま好きじゃないけどなんかこうアートより芸術よりってで、まあ僕も池谷さんもそうだけど僕なんかもともとはコマーシャルのファッションの写真だからそれと真逆なとこじゃない。で片っぽはやっぱりちょっとあんまり湿度があるためよね、広告の写真とかでやっぱりこの木村平章とか撮るためにはある程度の湿度があるんだけど、石川さん本人自体はこう湿り気撮りたいっていうのは本質的にどうなの？初めのこの作品の時はやっぱかなりそこはこだわったっていうか、あった。でただやっぱ僕がその生活してる状況もやっぱ変わっていくわけ で社会っていうものにもやっぱ触れていったわけで、その中でもともと僕が持ってたやっぱりその写真のなんかこのナチュラルな感じっていうかトーンっていうかっていう風な、そういうものにちょっと僕は近づきたいっていうか、それを理解したいっていうふうにも思ってるってもともとも。でだからそういう部分で僕は今の感じっていうのはこういう感じっていうのがなんか常にだからその、ね、多分ねそうなんですよね。みんなその結構こうなんかそれがスタイル化するのもまず嫌なんですよ。ああ、わかる。なんか、うん、でこういう感じだっていうのを、うん、なんかその何かが固定されるとやっぱり、うん、見えないものが増えてくる気がしてなんかだからそういう部分もあるんですよね。なんか今回のこの軽くしたかったっていうのはね。それって石川さんのなんかこう背景から来てるとこって、なんか石川さんは沖縄で生まれて沖縄で育って全く大学で国際勉強されたのは僕はね沖縄国際大学で、はい、社会学科っていうところで。環境地域環境っていうのを専攻してたんですよ。沖縄のまあ地域の歴史とかその環境みたいなの、ただ、当時は本当勉強してないんでその辺の、まあ札っていうか肩書きみたいなのはほとんど僕はまあなしにチャラにしたいっていうか本当に何もやってないんで。じゃあ写真をやるきっかけってどういうとこから来てるの？は本当に何もしてなかったんですよ大学時代。まあ誰も一緒ですけどね。で結構落ち込んでて、うん、でその道をふらふら歩いてたらそのいつも通る道のリサイクルショップのおじさんにカメラを売りつけられたっていうのが。売りつけられた？なんでどのカメラ？どのカメラ？最初のカメラ。トリップ35っていう。トリップ35。オリンパス。オリンパスか。おもちゃみたいなレンズの周りにちょっとキラキラ、あれ露出系だと思うんですけどのカメラで、まあ見た感じ可愛いじゃないですか。真ん中はなんか買ってもいいかなみたいな感じで。ちなみにいくらで買ったの？2000円だけど1000円でいい。で当時僕本当に働いたこともなくてっていうぐらい何もしてなかった。ほとんど引きこもりに近い状態で、学校もあまり行かなくて、まあ行ってもまあ友達ともそんなに仲良くないし、でまあ当時はまあ死にたいとか考えるぐらいなんかちょっと気持ちが落ちてて、で親からもらったお金とか彼女から借りたお金でほとんど毎日を過ごしててでそういう中でそのリサイクルショップのおじさんが2000円だけど1000円でいいから買ってけって言って、うん、まあその多分その時彼女から借りてたお金がポケットに2000円入ってたからそれで1000円でカメラ買って、うん、残りの1000円でフィルムを買ったっていう、なんかそういうなんか持ってるのが嫌で、でも人のもんなのになんかもう常にこうやってなんか捨てながらなんか歩いてるみたいな感じで、だからもう本当に、うん、そういう感じだったから、そういう流れの中でたまたまカメラを売りつけられたっていうか「まあ、買ってけ」っつって買って、でそのせっかく買って。そのないお金で買ったのに、フィルム10本詰めて全部撮って現像出したらそれが1本もっていうかね、映ってるのもあったんだけどなんかスリットでピッて映ってたりとか、要するにレンズがもうガタガタで、うん、シャッターがダメだったんですよね。でそれでもわからないから、このカメラの構造なんてその時は。でもこのカメラを持ってること自体僕はあまり人に言えなくてなんかどうしていやなんかそのそれぐらいそういう環境と縁がなかったんですよね。なんかカメラとかおしゃれとかなんかそのなんか特別なもんな感じとか、だから楽器をやってることとかがなんか憧れが多分そういうの強い反面、なんかそういうことが自分ができないとか関わっていることにちょっとなんかあんまり自然ではなかった、それが。だからそのカメラ屋のおっちゃんにまあフィルム出してたんだけど、そのおっちゃんにまあなんか映らないカメラを持ってるんだけど映らなくてっていう相談をしてて、その時このカメラについてる、まあ、セミオートみたいなあれがあるじゃないですか、カチカチが。それを僕はマニュアルカメラだと思ってて、だからそれを一つずつ回しながらパチパチって撮ってるのに映らないから、その使い方を、そういうカメラってどういう構造になってるのかを聞いてたんですよね。なんかこの絞りとかシャッタースピードっていうのは何なのかっていう。でもカメラはもう恥ずかしくて持っていけない持っていけない持っていけばすぐ解決したんだそうでもね、まあ かわいいしおもちゃみたいなカメラだから、うん、そういうのもあってなんかどういうカメラを使ってるかっていう見せるのも嫌だったから、そういう中で知識だけがついてって、で気づいた時にはもう、まあ、このカメラは壊れてるんだ、うん、でまあ、もう知識はちょっと入ってきたから、うん、もう動くカメラが欲しいってなって、バイトを始めたっていう。それが20歳の頃で、バイトをして買ったのがこれってことなんですよ。いえ、バイトをして買ったのは、キヤノンの EOS100 っていうオートフォーカスのカメラで、それで当時は撮ってましたね、いろんなもので。ここに映ってるのもそのアドレナミックスっていうシリーズ、これも EOS100 が多いで、そこからカメラをどんどんなんか自分でちょっと調べたりしてなんかレンジファインダーカメラになったり、間宮かなの C330 とか二眼レフのスクエアサイズのカメラを使ったり、立原のシノゴを使ったりっていう感じで、まあ、ちょっとずつ自分でなんかこれはどういう感じなんだろうっていうのをやっていった。全く独学。そうですね、その当時は。で、まあ、現像のやり方とかもなんかやって自分でやってるうちに、当時はだからそういう自分で独学でやったもんで、そのシステム、そのなんていうか、この作りに初めは興味が湧いてきて、フィルムのとか現像の合成写真とかやってたんですよ。へー。本当に一番初期は暗室にこもるのが好きで、なんかだからカメラをぶら下げて歩くのなんて恥ずかしくてから。それ何歳の子？もうほんと20歳から2122ぐらい、うん、大学卒業するぐらいまでは暗室にこもって合成写真をするのが好きで、それはあんまりなんか表には出てないんですけど、作品としては。そこで結構その頃はどういう、やっぱ同じようなこういうストリートフォト的な。いやいや、もう全然外に出てそうパシャパシャやる感じではないです。もうカメラをぶら下げて歩いてるのなんてダサいと思ってたから、その当時は。言えるね。 そのあたりがね、やっぱね、僕らプロのカメラマンは絶対カメラの話しないとカメラぶら下げて歩かないっていうのがあって、それでぶら下げてるやつはダサいっていうあれなんだけど、当時はですね、本当に僕そう思って、なんか撮りたいものを探しに行って撮って、うん、それを暗室で。このシリーズ始めたのはじゃあ何年ぐらい？それがこれ2009年ぐらい。あ、このアドレナミックス、まあこのシリーズっていうかアドレナミックススナップを取り始めたのがこの頃で、ただこれはまあ後で発表されることになるんですけど、ゼッケンのポリフォニーとか沖縄ポートレートの後にこれがなんか本当にスナップを撮り始めて、僕の友達がたくさん写ってる写真、ほとんど友達っていう僕が見せてもらった中にこれのってはありませんでしたね。あ、ないんだ、うん、という、はい、ちょっと写して、ちょっとまあなんかもうちょっと立ててこないと。はい。あ、僕。はい、まあ本当に毎日ただ酔っ払って徘徊してるで友達と遊んでるっていう。これ後に出たとしても、うん、基本的にこの写真とこっち側の写真って違いますよね、これとね。うん、それは湯崎哲史との出会いがきっかけですね。うん、こういう写真を撮ってる中で、うん、人の、まあ、友達の紹介で湯崎先生が沖縄に移住してきてて、うん、まあなんかよかったら話してみないしてみたらいいと思うよっていうふうに言ってくれて、それで湯崎先生と会って、その時に湯崎先生に、まあ、そこからなんか湯崎先生のその事務所に僕が転がり込んで。ずっと周りをうろうろするっていうのが続いたんですよね。でそれから少しずつ手伝いをさせてもらえるようになって、でその中でまあいろんな写真集を見せてもらう、でこういう人がこういう写真があったり作品があったり、こういう人がいたりするんだよっていうのをそこからなんか。もう初めからその写真のことっていうのを湯崎先生に教えてもらって、その中で自分がこうなんか感銘を受けたとかっていう、影響されたっていう言い方はちょっとあれかもしれないけど、なんか作家っていうのは誰か、まあ本当に、まあ、みんなそうだと思うんですけど、一概にはやっぱこんな写真が撮りたいっていうのはないんですよね。うん、だからそれで言えば一番やっぱ影響を受けてるのはもう完全に湯崎哲史だし、うん、でその湯崎先生のから教えてもらった例えばダイアン・アーバスとか、うん、アベドンとか、まあ、そういうポートレートの方が僕は初め強くて、うん、なんか。湯崎先生から、まあ、ポートレート撮ってみたらどうだろうっていうことでポートレートって撮り始めてるん でそのポートレートを撮る中でその間っていうかをスナップを撮ってて、それが「絶景のポリフォニー」っていうシリーズで、うん、スナップは本当になんか意識しないで本当に身近な環境を撮ってて、ポートレートっていうのはもう。その環境の周りにいる人たちにひたすら声をかけまくって写真を撮っていくっていうことだったんです。敦子さんがネット上で書いてることに、まあ例えとしてね、ドアの方がなんか尾形健の撮影でコミュニケーションできないから断ったって話があって、言葉の問題ってあると思うんだけど、なんか僕から考えるとね、なんかその言葉を必要として撮らなきゃいけない写真と言葉がいらない写真ってあと、ただこう撮らせてくれて、多分だからその今出たダイアン・アーバスってあんまり喋ってないような気がするんだよね。だから撮っていいみたいな感じでバチって撮るっていうのと。最近ネットで出てたんだけど、どっかのサイトでスティーブン・ジョブズを取った誰だっけな、初朝のあれです、アメリカの有名な写真家、漢字出てこないんだ、あれですよ、フェレーズも使ってる、フェレーズ使ってるっていうよりね、まあ、有名なカメラがあって、ジョブソンのに要するに広告のカメラマンとか、まあ、ポートレート撮る人って多くわけで2ついると思うんだよね。で例えば誰だったっけな、ミック・ジャガーとかも撮ってんだよね彼。あ、調べます、で彼は要するにジョブスに要するに想定を出すわけ、こうポートレート撮るのに、あなたは今ね会議をしてて、あなたの意見にねほとんど全員が反対してるんだけど、そういう状況の顔してくださいって撮ったら、スティーブン・ジョブスが死んだ時の要するにポートレートになってるんだけど、あとはもう一人はね、これまた名前忘れたんだけど、ジャズのずっとジャケット撮ってるポートレート作家がいてて、なんとかデキンソンだったかな、彼なんかもこうプレイヤーにこう、まあ、カップルなんだけど、恋人同士で噂されたように「君らの関係どうなの?」とか言って、こうどういう反応するかを問いたかったっていうのと、逆にブレソンなんかはほとんどもう喋らないっていうのがあるじゃない。だからそこの言葉のあれってどうだったかな、アトさんがそう言ってるように学校で撮って。僕はそこが今回フランスのやつで本当に、今回フランスの作品って僕の中でいろんな意味でこの数年のなんか一つのなんかこの数年の動きの中での一つのまとまった形だと僕は思ってて、すごいいろんなものが僕の中で混ざり合ってるのが分かるんですよね、このフランスのシリーズ。っていうのは、その今まで僕の中で意識としてつながらなかったポートレートとスナップっていうものが一つのなんか自分の中でつながってきたっていう。アルバート・ワトソン。アルバート・ワトソン。さっきのスティーブン・ジョブス。それがつながってきたっていうのがこのフランスのシリーズなんですけど、それとあと言葉とか、その今のやっぱりなんかね、必ずしもその言葉でそのなんていうのかやり取りが必要なのかっていう、僕もわからないっていうか、ただなんか同じ環境で何かを過ごすっていうことは僕の中ではちょっと一つなんかやっぱ大切なことになるのかなっていうか、だからその環境とか被写体との自分とのなんか接点とかその中での違いとかっていうのを感じられるかどうかっていうか、だからそこに言葉っていうのはちょっとやっぱ関わるし、でも必ずしもそれが直接的なやり取りではなくて。でもいいのかもしれないっていうか、やっぱフランスに行ってめちゃくちゃそれを感じて、まず僕は言葉は喋れないんだけど、間に入って通訳してくれる子もいるけど、やっぱり直接僕はその人と会話をできないし、それがあるだけで気持ちはどんどん小さくなるんですよ、やっぱり。自分の行動が狭まっていくっていうか、なんか言っても伝わらないっていうか、それがになんかクッションがあるっていうと、なんかどんどん行動が自分で自分をなんか制御していってしまうっていうかところがあって、じゃあなんか言葉でなんかなんていうのかな、じゃあ写真が撮れないのかって言ったら、やっぱそうじゃない。その言葉でやり取りできないところで写真はやっぱ別のところで写真は撮られることもあったりとか撮れるわけで、それでなんか今回結構そこを初めに行ってなんか、11月に展示するっていうことが僕ができなかったっていうのは、そこが消化できてなかったっていうか、自分の中でやっぱり言葉っていうそのもの、そのシステムっていう中で自分がそれをどうなんていうのかな、この取ってきた初めに行った2ヶ月で取ってきたものをどういうふうに発表するかっていうことできるかっていうことを自分が答えが出せてなくて、そこに何かあるっていう感じは自分の中でしてたんだけど、それがなんか自分の中でなんか形になってなくて、それで発表できなかったんですよね。でだからもう一回行かせてほしい。でその間に自分がその言葉が通じないっていうそのちょっと窮屈な状態で取ったものが何だったのかっていうのを探ちょっと考えるために、言葉についてとかそのフランスのちょっとした歴史とか社会的な部分とか、ちょうど僕が行った時その、テロのこととかもあったから、そういうところも含めて一回勉強をしてみたっていうことがあって、でその中でね、まあなんかそうそう勉強してみたんですよね。だから社会ってこういう感じなのかなとか、その言葉とその社会のつながり方っていうか構造っていうか、それをやっぱ求められてきたから、フランスではとってもこれなんでこういうことをするのかとか、それを一回僕はちょっと意識化しようとしてたんですよね。まあ、それっていうのがまあなんかそのよくまあ分かりやすいことでは、その言語学とかその社会学とか、あとフランスの歴史をまあちょっと勉強してみたと。でその中でまあちょっとそうした上で、でもなんかね、やっぱそこにその回収できないっていうか、そこからこぼれ落ちてるものをやっぱ写真は撮れるんじゃないかな、写真にはそこが写るんじゃないかなって僕は思ってたっていうことになって、結果としては今のところはね。でそれがなんか何かっていうのはそれこそ本当に言葉にできない感じなんだけど、そこはやっぱ言葉の中でも言われてて、その意味は 何なのかっていう、意味の不在みたいなこともやっぱり意味っていう言葉の自体がその言葉の意味を持たない、なんかそういうなんかつながりの間にある動きとか流れとか、そこに働いている力を写真は感じさせる何かを持っているんじゃないかと僕は思っているのが今回のそのフランスの作品。今展示されてる作品が全部で何点、100点ぐらいあるの？そうですね、132点で、1回目と2回目の割合ってどのくらいあるの？時多いかとかって、そうでもほとんど半々ぐらいだと思います。ほとんど半分ぐらいだと思いますね。なんかやっぱ初めに感じたことが、僕はなんか結構大切にしたくなるんですよね。僕がそう聞きたかったのはやっぱそこで、なんで2回行ったのかなっていう。でもしその前の質問で後から行った時の作品が多いとなるとあれだけど、僕は自分的な個人的な考えとしてやっぱりファーストインスピレーションというか、新しいとこに行っ、その時取った、まあ、全くなんか言葉が通じないようなところ、なんか理屈抜きにした段階で撮った写真の方がなんかこう見る側にこう来るんじゃないかなと思って。だ半々っていうことは1回目行った時はパリだけだったの。パリとその周辺郊外、郊外だよね。で今回だからリヨンとコルシカ、マルセイユ、マルセイユ、コルシカですね。まああとパリのまた周辺もまた回ったりとかして、やっぱ自分自身のやっぱ最初に行った時のあれのは。ただその最初に行った時だけじゃやっぱまとまらなかったっていうことがあって、もう一回っていう、そうですね。奥の方にブローニュの森の娼婦の写真あるけど、はい、あれは最初に行った時の写真と後に行った時の写真がありますね。あれも同じ人を2回撮ってるの。あ、そうなんですね。その奥にあるのはまたここには展示してない。あ、いやいや、あの中でも、初めに行ったものと後に行ったものが混ざってます。まあそのブローニュの娼婦の2人写ってるし、初めに行った時に撮ったものと2回目に行った時に撮ったものっていうのがあって、で、まあ、ちょっと話がずれちゃうんだけど、ああいう人たちを撮るのと、こういう人たちを撮るのとって、あと特になんか僕もパリにいてて、まあ、ルーサンドにいて娼婦街の近くに住んでたから分かるんだけど、カメラ向けた途端になんかちょっと怖い人出てくるっていうか、ダメとかっていう。で、ああいう彼女の場合って交渉をしてるわけ？してます。話、その一緒についてきてくれた子と、が話して、その子のまた友達のも一緒にいて、その友達っていうのがロマの、まあ、男の子っていうか、まあ年は近い、そんな離れてないけど、でその子が通して話して、でこういうのってずっとこう街中でなんてずっとその一緒に通訳というかコーディネーターいるわけじゃないか、自分でこう撮らせてくださいみたいなこと。そうそう、まあ、ずっといるわけでも、まあいる時もいない時も一緒に、そうそうあって、だからそこはなんかフランス語で自己紹介と写真撮らせてくれっていうのはとりあえず覚えて、で自分で、そうそう、であと片言の英語で、ちょっとなんかちょっと会話をするっていうか、やり取りをしたりとか、でもそこで「どうして?」とか、そこを深くやっぱ言われると、そこの言葉を持ってないから、やっぱりね、そこがなんか自分の行動をやっぱ制御してしまうところがあるんですけど、そういう中ではなんか結構大変だったといえば大変です。で特にこういう大型のカメラを持って言葉が通じないとこで撮るってかなり大変だよね。結構本当にそうですね。なんていうのかな、スナップ写真で人を撮るのと、まあこうジャンル分けするのはあんまり好きじゃないけど、どっちかって言ったらメインはこうポートレートじゃない。そういうのでこの大型でこうやっぱりもうちょっと話せたらいいなってとこあった。いや、もうそれはもうめちゃくちゃそれは思いましたね。まあ、なんか写真を撮る時の会話としてっていうよりも、やっぱりその何かを共有するためのツールが欲しかったですよね。なんか例えばこの場所についてとか、このお店に例えばついてとか、やっぱそういうなんか無意識の中で共有できるものっていうのはなんか欲しかったっていうのはある。僕はすごい石川さんの写真がいいなっていうのはそこがないとこだと思うんだよね。なんかまあダイアナバスにしろだっけ、ビビアン・メイヤーにしろ、やっぱ地元で母国語と話してて、その中で聞い取ってるわけじゃない。石川さんの場合ってやっぱし、僕は何て言うかな、あまりこうコンセプションシャルなもの好きじゃないし、感覚となんかその撮った人の人柄が出てる、被写体じゃなくて撮る側の方のなんかこう。極端に言うと何て言うのかな、こう非常にこう僕はもう写真を撮ってるんでね、以前にいた写真家と今の人を比べるって嫌なんだけど、さっき話でダイアナバースどうしても比べられちゃうと思うんだよね。でやっぱりそこの違いって、僕ダイアナバースの写真ってね、かなりね、何て言うかね厳しいっていうか辛いね、あの人の言い方って。で石川のってやっぱ言葉が通じないことにして出てくる優しさみたいのがあるんだよね。なんか裏返せば迫力ないとかって言うからもしれないけど、だからその言葉の問題って通じた方がいいのかなってって思うことは、僕なんかも自分で撮っててね、まあ僕なんかずっと昔はファッション写真だからモデルは全部外人ばっかりで、ということはそこに自分がこっち向いてくれあっち向いてくれっていうコミュニケーションするための英語は必要としても、やっぱりこういうストリートでポテト撮る場合の言葉ってどうなのかな。で極端な話するとブレソンのスナップはスナップで撮ってるけど、そこにコミュニケーションないわけだね。でダイアナ・バースとかあとビュア・メアのポートレートってやっぱそこでこういうポートレートって撮ってるからコミュニケーションがあるんだけど、じゃあ果たしてどうなのかなっていう、なんか僕はなんか逆のことを考えたら、もしダイアナ・バースが日本で東京で撮ったらどうなるのって話よね。だからロバート・フランクもウィリアム・クラインが東京で撮ってるから、あれスナップの人の場合って別にいいと思うんだけど、じゃあ日本の人のポートレートをスナップじゃなくてこういうふうに撮った場合、やっぱり敦子さんの言ったようなあれになるのかなっていう、緒方健はコミュニケーションできないからっていうかなりなんかこう難しい問題な。そうですね、僕はなんかそこはやっぱ、まあでも写真をそれは撮る側のなんかあれなのかもしれない、なんか勝手ななんかなんていうのかな、思い込みにもなりかねないとは思うんですけど、ただやっぱ僕はやっぱそれは欲しいなって思うし、そのためにそのだから知ろうとする気持ちっていうか、例えばそのフランスのことを知ろうとすることとかっていうのはやっぱり必要だとはやっぱ思いますよね。その場所のことを知ろうとするとか、だからそこにはやっぱ言葉がある感じは、だから直接的なその僕はなんかそのこのなんで写真を撮るのかとか、そのそういうことではなくて、なんかできればそのこの人だとしてもそうじゃなかったとしても、そこにいる人と何かを、例えばコーヒーを飲みたいとか、っていうのはありますよね。そのなんか感じを知りたい、ここにいる感じ。なんかさ、学生の時さ、さっきの話で引きこもってたっていうと、なんかそれがこう大人になって言い方じゃないけど、逆に人をなんかが恋しいみたいになってるって、だから僕らがね仕事なんか時だからモデルともう昼ご飯とか言っても絶対席一緒にしないし、うん、仕事以外は絶対口利かないみたいとかあるので、うん、あんまりこう人とコミュニケーションするの好きじゃないんだよね。特にだから広告の写真やってたから仕事上打ち合わせがないから全部こう人とのコミュニケーションが前提じゃない、うん、アーティストと違ってただどっか行ってパキッてして撮っていいってもんじゃないんで、だ逆にこうなんていうのかな、ここと人とか話したりとかするのは非常に面倒くさいとかあるんだけど、で僕は逆に真逆で結構子供の頃からもうこう周りと仲良くっていうか、もうすごいなんていうかな普通にわんぱく坊主でいたから、あんまりそこの人とのコミュニケーションって、いや何が言ってるかというとなんていうのかな、なんかそこのコミュニケーションの足りなさって言っちゃ言い方変だけど、うん、がなんかすごい石川さんの写真出てんじゃないかなと思うんだけど、うん、なんか友人を撮るのと違ってこう もうちょっとこう深く知りたいみたいなところのこう気持ちがすごい写真出てると思うんだけど、だから逆になんか知っちゃうとなんか逆に、いやそれは本当にあると思いますそういうなんかそういうちょっとなんか、うん、逆方向にある何かっていうのは働いてますよね。そこにね、知らない、うん、知ることができないからこそそこになんか向き合おうとする感じとかっていうのはあると思うんですよ。でもだからといってそれを手放しにすると片側になってしまうから、うん、そうだよね、うん、やっぱそういうとこの自分のとこの要求、コミュニケーションしたいっていう要求があってできないっていうことがこういう結果になってると思うんでね。そうですね、それはあると思います、ね、でじゃあもうちょっと時間で最後になるんだけども、この展示についてなんだけど、はい、どうですか。僕はね、もうぶっちゃけですごいね感動したの、うん、っていうのは、うん、やっぱねこれね新人の写真家がやったらね、ただバカなんだけどね、うん、木村平章といったね作家がねこれをやるっていうことはね僕にとってすっごい重大なことだと思うんだよね。うん、なんかこう権威ある賞を取ってっていうとどうしてもなんか額に入れていってんじゃうんだけど、うん、このなんていうのかな雑さって言い方、いい意味での雑さっていうのがねすごい、いやーこれやられちゃったなって気するんだけど、うん、まあ前にあった話のスタイル変えたいっていうところもあるのと、あともう一つね何ていうのかな、僕はすごい何ていうかな、あの DM から期待を裏切られたって一つにはね、結構こういう言い方じゃ悪いけど何ていうかな使えない写真が多いわけよね。うん、もし額装して1点ずつここの広さに並べるとなると、これは外すだろうとかって写真集でも外すような写真っていうのをあえて使ってないですかっていうか、なんか結果的にはね、ちょっと結果先言わせてもらうとね、こう見る人のセンスをすごい通ってるんだよね。ああ、それはなんていうかな、こう森の中に入ってってキノコ狩りしてるっていうか、なんかいいものと悪いものはお前らが見分けろよみたいなとこがあって、うん、だそれがあるからこそなんかすごいいい一点がガーンってくるんだよね。僕は、うん、やっぱ初めの話にもつながるっていうか、うん、これだっていうのは、うん、やっぱね外したくなります。わかるで、まあ、ちょこちょこやっぱりこれだ、うん、これ絶対的な外せないものもあって、うん、それは入れるんだけど、うん、それからなんかそれっぽいものとかは外す、うん、なんかだから、うん、でなんかわからない部分っていうのは残したくなる。僕はちょっとこれだっていう感じじゃないんだけど、なんかなんだろうこれっていうのは残したくなるんですよ僕はね。でそうし、だからいわゆるなんか僕っぽい僕これまでの写真からこの読み取れる僕っぽい写真とかっていうのはやっぱ外したくなるんですよね、僕なんか。これなんか俺っぽいって思われるだろうなっていうのはなんかね外したくなっててでも僕からとやっぱり石川隆一の写真だと思うけど、あ、まあまあそうだ、僕はそれでいい、そうでありたいっていうか、だからそういうなんかできるだけその形っていうかそのスタイルじゃないところのなんか僕みたいなのがもし見えてくるんであればそれは嬉しいことだけど、うん、それがやっぱスタイル化するのは嫌だし、うん、そう展示にしても今回だからあれはだからできるだけそのロジックみたいなのを潰したかったっていうか。削りたかった。僕これまでの展示とかは結構準備段階からちゃんと数字とかも細かく出して並べるんです。でもそういうちょっとそういうところも見えると思うんですけど、この並びの壁の方で。ただ今回はそこをちょっとずつずらしていってて。感覚的にやってて、でこの空間に吊るしてるやつっていうのもできるだけそういう脈絡がないようにしてて、でそこでなんかだから何て言うか、この写真の次にこれがあるよなっていうのってなんか。やっぱりできてしまうもんなんですけど、それをなんか持たせないようになんかここに行ったらなんかぶつかっていくっていうか、この出会っていく感じにしたかった、うん、でそれがなんかこういう感じっていう感覚だけを残したいっていうか。まさになんか僕はそれにはまってしまったというか、もう入田さんに「あやられたな」みたいな。でもすごいなと思ったのはやっぱしどうしてもこの近代平将っていう賞のあれがあるじゃないですか、権威みたいなのは、うん、そういう作家がこういう展示をやってくれたっていうのはなんかすごい僕にとってはね素晴らしいなと思って。僕もね見てね、これ本当になんかねまあ言い方どういうふうに言えばいいかわからないけど、なんかそう高校生でももちろんもっといい展示をする、なんか何がいいか悪いかわからないけど、高校生が展示しそうな感じだなとか自分で見てやっぱ思うんですよ。いやだからこのプリントの濃度差、まあ、質っていう言葉は合ってないかもしれないけど、クオリティっていうか、これってなんか全然分かんない高校生とか写真部の高校生がやったのとこれの違いってやっぱりそのあたりの基本が頭にあるかどうかっていうことなんだよね。まあそれはもうもちろんそうだとは思う。それともう一つはやっぱこのカメラだと思うんだよね。これなんか普通のコンテンツでこういうプリントしたら多分このクオリティっていうかそこにあるもの失われるけど、やっぱりこの解像度の高い中盤のカメラでこの紙にこのプリントっていうのがなんかそこの意図をなんていうのかな、こうフルメタルジャケットなんでダーンって一発でぶち抜いたみたいなところがすごい見えてきて、僕はなんか。まあそこ本当にギリギリのところ、ギリギリだよね。僕もやっぱ下手すりゃバカじゃねえとかみたいな言われちゃうけど、僕はなんか逆にそれがすごいはっきり言ってね、いやこのうちでねいいなとこう感動するのがね数枚なんだよね。でもそれって他の残り百何十枚があるから一段となんかそここう生えてきてガーンってこうくるなっていうとか、いや僕はもうなんか非常に僕も分かってないですけどねとか言ってなんかうん、まあでもそう確かにね、この紙にするからって別に雑なプリント作ったわけじゃないし、まあ雑さは全然思ってないし、まあまあそうそうそう、うん、だから今そう五味さんが言ってたように、うん、やっぱ基本的な部分はそれは当たり前かもしれないけど、うん、意識して。ギリギリのところでなんかやっているっていう感じのところはありますけどね。うん、じゃあまあこれで最後なんですが、この次どっか撮ってみたい街とか。いやー特にないですよね。だからフランスっていうのも敦子さんの誘いで始まったことで。うんうんそこはちょっとでもまたフランスに行きたいとは思ってますよ。うん、もっとなんか見たい、うん、それはニューヨークっていうことじゃなくてやっぱフランス、うん、なんかもっとなんかあるんじゃないかなっていう感じが単純にやっぱ好きですね。これもさ、敦子さんが書いてて、敦子さんはもうずっとフランスの中じゃん、僕も6年いたし、敦子さんが書いてるのは全く新しいフランス見たっていうけど、僕もそう思うんだよね。パリの街って東京と違ってそんなに変わらないわけよね。こう建物を大幅に改造できないし、郊外行かない限りは。で人だって、まあ、フランスに変わらないってところと、これねパッて場所言われないとねどこで撮ったか分かんないんだよね。なんか、まあ、僕なんかパリって写真撮れってちょっと撮れないけど、なんかそういうなんかどこだか場所的に分かんないってところがなんか魅力、僕にとってなんか知ってるっていう言い方をして、敦子さんもそうだと思うんだけど、なんか違う面が出てるから、なんか僕なんかあれしたい、もし別のところに行くとしたらダーツで決めたいですよね。ダーツで。なんかそれは僕はね。大きいと思うんですよ。なんか、うん、そのどこで何を撮りたいっていう意識をが強ければ強いほど、うん、それがやっぱイメージの中で収まってしまうと思うんですよ。だからそれがなんか今回のフランスにしても敦子さんがそれを僕にそのきっかけをくれたっていうことが大きくて。うん僕が多分フランスに行ってああいうのを撮りたいっていう風になったら全く別のものが僕はできてたと思うっていう、うん、僕はやっぱそこを大切にしたいっていうか、うん、そのつながりとかその自分のこの意図を超えたところで動いてるなんか力みたいな、その中で自分が何を拾うかっていうのが結構なんか僕は。このやっぱダーツで選びたいっていうのがやっぱちょっと前に話した自分がいいと思うものを削るっていうことすごいあれですね。アメリカ人の有名なファッションカメラマンでアーサー・エルゴットってパリ80年代90年代、まあ、今もやってるんだけど、もう要するにストリートでファッション写真撮るわけど、彼は絶対にファーストセレクションは編集に渡さないっていうのがあるんだね。やっぱ自分がいいものを渡さないっていう、うん、である程度第二セレクションで編集者が選ぶで、そこに意図が返さないっていうすごい自然な写真撮るんだけど、やっぱそういうところがねダーツで決めるっていうのは、うんうん、いや非常に面白かったです。こんなもんでよろしいですか、はい、時間的に。ありがとうございます。ちょっとカメラをこうね、あと最後それちょっと思って、はい、これはあれ昔のこの要するにハスにつけるっていうことでやっぱこう新しいそのレンズハスじゃなくてこのレンズがやっぱいやこれ本当に理由はなくて言わないなのでなんかね、うん、僕が一番高いカメラだったっていうだから僕がもう少しお金持ってたら多分オートフォーカスのカメラになってたと思いますよ、中盤。あ、そうでもなんかこれだからいいんじゃない、これだからいいんじゃないみたいな、僕もそう思うよね。なんかね、だから周りの人が思ってるほど僕は何かを考えてるわけじゃなくて結構本当にで、このボディはレンズで SWC、 僕はこれは湯崎哲司からのカメラですね。それに僕が買ったフェーズをつけてて、なんかそうそう、常になんかそういう遊びみたいな感じで、なんか僕が持ってるお金を全部そこにそういう、だから買った時は使い方分かりませんでしたかね。ハッセルって買って初めて、届いて初めて見たそれにやっぱね、これデジタルバックつけるっていうのはねそれこそ使い方はこっちの方が分かんないんじゃない、こっちは買ったんだけど手前はもう全部分からなかったですよ。だから上からなんか、二眼レフ持ってたから分かったんだけど、そのなんか使いづらいカメラだなってずっと思って。プリズムついて、そう、これはだからもう本当に少しずつこうやったらなんか撮りやすいみたいな感じので、ポートレートなんかはこれにあれでしょ、フラッシュつけて、フラッシュはいつけてますね。もう今壊れてしまって、ここに壊れちゃってるんです。そうそう、最近壊れたから。そう、じゃあこれにつけて、これ撮ってるの、こことかにつけて。そうそう、これも最近ここが壊れてしまって、なんかもうボロボロで本当に壊れてるぞ。こっち向けてそっちどうですか。じゃあこんな感じで終わりしましょうか。じゃあありがとうございます。いやどうもありがとうございます。終わりって言ってそばですけど、日産アートアワードおめでとうございます。ありがとうございます。なんかあれどうですか、他の人の受賞作品とか見て。いやまあね、どうなんでしょうね。僕見てないけど、どういうのを撮ったの。僕は家の中の、僕の家の壁っていうか、家を全部の壁をなんか取ってつなげてっていうか、つながるように並べて、でそこで家のベランダから取った軍用機をその部屋の上にバーって並べて、でカナダの基地で撮った写真とか。いやいや、もう僕の家から見える、家の周りを飛んでる軍用機です。僕宜野湾に住んでて、普天間基地がすぐ横にあるんで、そうそうで僕の部屋のその写真の下には僕の思い入れがあるちょっとしたものとか、スナップ、家の中で撮ったスナップとか、家の中にある小物をA4 ぐらいのサイズでバーッと並べていくっていう感じのやつですね。なんかそれもフランスに行ったことと結構つながってて、自分と社会を意識させられるっていうか。なんかもう逃げられないなみたいなフランスに行って、それをなんかめちゃくちゃ考えさせられた。フランス行くまではなんか本当に友達とかそういうつながりの中で撮ってたのが、めちゃくちゃ言葉とか社会とかっていうのを考えさせられて、フランスでそういう中でシリーズ。僕震災前にね、5年ぐらい沖縄してたね。ずっとじゃないけど年に1ヶ月ぐらい沖縄にオーブンチャがアミックスインターナショナルって言って、要するに幼稚園から中学まで英語で教えるっていうのをウルマに作られて、そこにずっと行ってて、そこでなんか要するに写真っていうのもコンデジを生徒に渡してそれで撮らして、要するに何ていうのかな、写真を教えるっていうんじゃなくて美術教育かっていう、でまあここだけなんですけど、大きな目的はね、結構ね自動心理学みたいんで、例えばグループで撮ってるじゃない、とね、すごい友達関係がいいのって友達集めて何も撮るんだけど、やっぱいじめに遭ってる子とか一人の子って空撮ったりとか狭いとこ撮ったりするね。でそういうのを早いうち判別してこうあれするっていうのも一つのあれがあって、で子どもたちがどういう精神状態があるのかとか、あとはもう僕の方はほとんど写真撮って。好評っていうか、これ面白いねとかそういうだけの話で、あんまり写真を知るっていうんじゃないんだけど、ある意味でなんていうのかな、フォトセラピーみたいな、ずいぶん前からそういうあったんだけど、結局ポラロイドを使わないでその場で撮ってすぐっていうんじゃないとできないっていうことがあって、まあデジタルカメラはそういうふうにできてたからね、そういう件もあって言ってて、一時沖縄住もうかなと思ったんだけど。震災あって今度福島行ってみて、もうやっぱし東京で生まれたら東京以外のとこ住めないなと思ってまあ余談だけどじゃあそういうことで、エンドレスになってしまうんで、ありがとうございます。今何時だろう、大丈夫？全然大丈夫だよかった。大丈夫これが神保町だっけ？はい。取る